越境キョウ 3.0! すみませんね。えー、本当、カズさん、今日もよろしくお願いします。あこちらもそよろしくお願いします。いつもありがとうございます。今、中東の方もすごい和解と握手と、それから発展っていうかな。この間、岸田さんが行かれたぐらいのとこから、今に至るまで少しカズさんに解析。あの、ずっとやりとりしてたんで、うん、心配してた通りになったっていうのが僕の印象なんですけど、うん いや、もう本当、カズさんおっしゃる通り、もうともと僕とカズさんで、うちのチャンネルでも事前に対談してたと思うんですけれども、えー、なんかちょっと何か何かやらかしそうで不安だよね、みたいな言ってましたね。<laughs> 言ってましたよね。で、ま,あ、まず、あの岸田首相がサウジアラビア行く前に、はい、あの外務省の発表とか、産経新聞が流れた報道が、中国とサウジアラビアにくさびを打ち込みに行くええー。 あれはちょっとね、良くない,い,いですよね。日本だと大使館があって、ああいうの全部見てますからね。うん。あの、カズさんが国会の,あの質問されていた、あのサウジアラビア、今、どういう国とどんなことになってるかご存知ですかって、外務大臣になんか質問されてましたよね。はい、えー、は林外務大臣に、ね。そう、本当に今の,あの現地の状況、サウジアラビアとか中東湾岸諸国が、 あのまあ、中国とかロシアとかと関係を深めてるっていうことを、本当に把握してないんじゃないのかなって思うような、そういった発言,、まあ、発言じゃないですか。という,、ね、うが独尊っていうかその、おそらく15年ぐらい前の,、うん、あの中東を見てるんじゃないかなっていう感覚ですよね。うましただ、走りみたいにそのくさびを打ち込みに、生かされた感がやらたらと、うん。生かされた感が、そうなんですよ。 であの首相官邸のホームページにもあの発表がなされてましたけれども、<え>ムハンマド・ビン・サルマン皇太子と、まあ、会談をされてで、その報告っていうのが、何々を確認したっていう言葉がいくつも,いくつも漏れてくるんですよです、ね、あれはないですね、新たな選択目標を<え>あの話し合ったとか。 目標をこうしたとかいうのが一個でもあるかと思ったら、全くないんですよ、ねうん、そうそうで、その岸田首相のその直後にエルドアン大統領がサウジ行ったんですよね。ねで、それの報道っていうのは、なんか、何、なんか30個、40個の,その協力協定に署名をした。全然やってることが確認作業なのと、具体的なそのビジネスの契約をしてるっていう、すごい大きな時代があって。ね これ、サウジアラビアまで行かなくてもよかったんじゃないのっていう、いうね、電話で確認作業すればよかったんじゃないのっていう。いしかも、その確認してる中身って、安倍さんのときにやったようなことじゃないですか。そう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 ,そう、ね。それがどこまで進んだかっていうのを、うんあの、それ確認するんだったらあれだけど、またやりますねっていうのを、うん、<laughs> 40, 40社ぐらいあの企業でやって,ておられるわけでしょ。たんしょうん。 ための、その首脳会談だったんだろうっていう、そういった印象を持ちましたね、うん。いや、全く同じですね。あの。事前にカズさんとこう、こうなんなきゃいいのになって。中国と別れてくださいとか、ね、言いに行って、本当に来てくださいって言われたら嫌だなって、そんな話してたじゃないですか。うん。その通りなったんですよね。そうですね。うん、だからね、なんかもうちょっとね、これなんか準備不足感も否めない気がしたんですよ。ああ。 外務省、外務省の準備不足。この外務省から言うと、そのサウジアラビアってむちゃくちゃ大事な国じゃないですか。しかも、うん、この MBS さんは、まあ、世界の政治の中心にいますよね。若い37歳かな。うす,ねうん、すごいですよね。今、かなり、うん、世界、国際情勢の、割とど真ん中に近いところにいま,、うん、ますし、彼の一挙手一投足が世界を動かしてますよね。 うんその認識はね、菅さん、僕、はあの外務省といろいろやってるから、あの中東屋さんって結構、なんとかな、権力に巻かれないみたいな人が多いんですよ。うちで言うと、末松義則さんがあの議員になってるんだけど、外務省から。そういう人が多いんですよ。うん、うんいわゆるチャイナスクールとかアメリカンスクールとはちょっと毛色が違うんですよね。うん。うん外務省って、なんとかな、自分の希望したところに行けるかどうかっていうのも結構 <laughs>。 うん、アジアの国とか行くと、僕、あそこを希望したんだけど、ここに飛ばされましたかみたいなね、うん、があるんですよ。で、中東って、うん、あの言葉が僕らと遠いじゃないですか、だから、余計にね、はい、そういうあの、俺はもう中東のスペシャリストだっていう人が多いんですよ。うんそれからするとね、この準備不足感っていうのはありえんと思う。うん、そうですね それと対照的に、そのさっき話したトルコのエルドアン大統領の話とかは、ええ、あれ、本当に何十個の協力協定に署名をしたっていうことが報道されてるんで、多分相当念入りに準備をして、ええでまあ、具体的に言うと、あのバイラクタル TB2 っていうトルコの軍事、ね、ドローンとか、ええ、あれの,その契約の話までも全部終わらせてるんですよね。ええええ それがね、もういきなり行って、なんかドローン買いませんかで契約なんかできるわけがないので、<laughs> それの準備っていうのをしっかりとやってきたと思うんですよね。ねカズさんがおっしゃったように、そのコンテンツ産業、ものすごく日本に親近感を持ちで、日本のものを好きなものをいっぱい持っておられるから、うん、そういったものも戦略的なあのパートナーシップでやればいいんだけど、戦略的パートナーシップっていう言葉自体も,もう消えてましたからね。うーん であとはあれでしょ、トルコなんかは今ちょっと経済的に景気よくないじゃないですか。えー、で、まあ、トルコの思いとしては、サウジアラビアのオイルマネーをトルコ国内に引っ張りたいっていうんで、うん、このいろんな投資の契約を結んだりとか、えー、そういうとこまでやってるんですよね。おっしゃるとおり、昨年くらい MBS が韓国まで来られて、そして日本、うん、あの来られなかった時も、韓国との間も4兆円のプロジェクトを決めておられますもね、うん。そう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 、まあ。そういうのもね、あのー、 安倍首相の頃に、実は日本は、サウジアラビアとそのブルーアンモニアの実証実験で、でね、初めてブルーアンモニアの輸送を始めたんですよね。うん、それ、それあの一緒にやったのが日本なんですよ。そうですね。そう。で、それが2020年にあのそういう契約をしたんだけれども、えー、なんか、それがなんかほ、ほったらかしになってるような状態なんですよね。いやー、僕もあの N 庁のあれ見たら IHI かな石川島ハリマあ、そう、IHI。えー いや I もう本当にこう日本が技術を持ってるわけでし,しかも世界のその次をこう開くプラットフォームですよねある意味エネルギーのね,う,ねうんそうなんですよ最大のチャンスなのにそうそうもったいないなーってそこはう本当に日本がねそのブルーアンモニアでは世界の主導権を握れるはずだっ だしはずだしず、えー、握るべきなんですよでサウジアラビアもやっぱり日本に対してそれはなんかその次の時代の新たな石油燃料ってことでサウジアラビアの未来も切り開けるわけじゃないですか、えー、も,うもうお互いウィンウィンなんですよ日本とサウジアラビア。そうですね。 進んで、ますからねそ,うでそれが安倍さんの時に日本は独占的にそれをやるんだみたいな、そういうリリースが流れていたんで、うん、それで主導権握れるってことが、うん、あの内閣府のホームページにも書かれてたんで、すごい期待していたんですけど、なんかその韓国まで来て帰っちゃったっていう MBS が、ね<え>その時になると、タイでもブルーアンモニア、中国でもブルーアンモニア、<え>韓国でもブルーアンモニアって、日本で安倍首相がやろうとしてたことが、実はなんか、ウゴの竹の子に他の国もなんかサウジアラビアと一緒にやりだしちゃって。ねえ 全然主導権握れる状態じゃなくなっちゃったんですよ、いつもあんまり。性を失っちゃってるんですよね。そう,そう。サウジアラビアってやっぱり強い意志と、それをやる実行力と、資本力がありますからね、うん。そうですね。で、やっぱり急いでるじゃないですか、MBS は急。急いでる。だから、一刻も早く、やっぱブルーアンモニアをその事業として動かしていきたいし、うん、それをもちろん国益につなげたいので、うん、やっぱ動いてくれる国としかやらないわけです、結局。そう、そう、そうなんですよね。 うん、前も申し上げたけど、僕のときに ISDBT の日本方式、日本ブラジル方式って決めたんですよね。うんうん、あれはペルーに行った時にリマっていうところだったんですけど、うん、実はあそこでは本当は大臣は決められないんですよ。うんうん、外務省とか外務省との調整って何もなかったんです。いきなり行ってるから。でもあの、大統領との人間関係で、 もうやっちゃおうって。うんあよね、責任取るよと、うんね。調整はしてないけども、うんあの、とにかく日本方式を世界に広げるっけないんだから、そこまであの僕らの前の政権も頑張ってたんですよ。うん、だけどなん、なんだかな、今、カズさんおっしゃるように、やたらと時間かかるから、うん、あのヨーロッパ方式とかアメリカ方式に押されちゃうんですよ。 うん日本、ブラジル方式って一番なんとかなあの、電波もその南アメリカ行くと山あいのところっていっぱいあるじゃないですか。うん、そういったところにもあのちゃんと電波が届くっていう優位性も持ってるんですよね。だ、うん、だかららこんだけうちらの方式って うんね、日博方式、日本はブラジルの方式、いいにもかかわらず、うん、ロマだから負けててるっていう,うんちょっとね、なんか時間かかりすぎなんですよ、日本は。かかりすぎ。特に今の政権は、検討、検討、検討しますじゃないですか。うん、検討してグちょっとぐずさんなんですよね。そう、なんか未来のプロジェクトとか、国内に関することは検討するんだけど、うん、なんかお金、海外にばらまくこととか、増税はスピード感持ってやってますけど。うん スピード感のねお、抑えどころが違いますもんね。うん <laughs> れってあんたの金じゃないだろうって、ね、国内に回してよって、海外別に、あの、こないだカズさんの動画でも、ね、僕らはお金を恵んでもらうことを、うん、あの欲してるんじゃないんだと、パートナーを欲してるんだって、うん、あれアフリカの国の方だったですよね。そう,そうそうそう、あの、あれですよ。あの、それ,それこそかカズさんに紹介いただいたゾマホンさん。ああ、ゾマホン。ゾマホンさんですよ。うん。ゾマホンさんが。 トム・ハンさんも言っていたし <laughs> あの、パキスタン人のムガールさんも言っていたし、ムムガガーールルささんんですねそそそうそうそうパキスタンも言っているし、えー、だから日本が結構いろんな国に、ね、なんかまあ寄付とかそういうの結構多いかもしれなくて、うん、もそれみんな喜んでくれてるかもしれないけど、うん、でも実は新興国って日本人が思う以上に今、ものすごい成長してきてて、うん、いや彼らはなんかお金を寄付してもらうというよりも、 あの投資をしてもらいたいし、<う>パートナーとして一緒に動いてもらいたいと。そうなんですよね、うん。同等のパートナーとして。えー、でアブダビ投資長が、ねえー、言っていたのは、なんかやっぱり日本人はアフリカというと寄付をするイメージが強いかもしれないけれども、うん、もはやアフリカは寄付をする場所ではない、投資をする場所であると、10年近く前から言ってますよね、アブダビ投資長そうですよね。これ、うん、たまたま僕、この後ろにある、これ、15年というか、うん、もう20年ぐらい前のやつですよ。 この時期はもね、まだやっぱり寄付の時期なんですよ。これベナンでしたっけこれベナン。あの、ゾマホン君の。うん。ふるさとですね。ここにたけし日本語学校、たけし学校っていうのを作るっていう。そう、その話もね、伺いました。ええ。ゾマホンさんから。うん。ゾマホンさんすごいいい男でしょ。カズさん大好きだっつんで、あの後報告ありました。あ、ほんと、すごいですね。ゾマホンさんは、この熱量というか。熱量びっくりした。 <laughs> 男気のある男で。うん、でもうなんか愛がすごいですね、日本への愛。そう。うん、もう日本と僕大好きで、ビートたけしさん自体がもう古い、こう下町のいい日本人なんですよね。悪党党みたいに悪ぶってるところがあの番組ではあったけど、そんな人じゃ全然ないんですよね。 うんだから、本当にこう古い、いいこう日本人の典型みたいな人。だから、たけしさんで言うと、その道を外したり、その脱落したような人をお弟子さんに結構取ってるんですよね。まあ、ゾマホンさんも、ね、話聞いたら相当苦労されてますもんね。苦労して。なんか、毎日1時間しか寝ないで。そうそう。えー 日本語学校行って、その後ずーっとバイトして、ええ、でしかも時給4 5 0円でバイトして<う>、バイト中になんか印刷の機械で指切断されちゃった指切れてるんですよね。うん。いや、すごい大変な話、いろいろしかも、大使になる前は、大使はなんかベンツで来てましたけど、これ誰のって取、うん、ったんじゃないよねっていう話を誰か悪い人がしてたけど、 それまでは自転車ですもんねあ。そう、自転車、自転車、自転車。三畳、ね、一間のお家でですね。うん,うん。それは苦労してますよ。まあでもね、いいパートナーに恵まれて。ですね。えー、<や>ベナン返して大統領になってくれるといいなと思ってますねえ。いや、なんかなれますよ。だって、ゾムホンさんね、あの、日本語を2年間学んだ後、上智大学に一般試験で合格してるんですよ。うん。そう。一般試験で。 そう。<laughs> 上智大学ですからね、もう難しいですよね。うん。しかもね、一般試験で合格って、一発合格すごいよなと思って。すごいですよね。日本の学校出てても一発なんてね、うん、なかなかないですよね。うん、まあだから,もすごい努力からと、もうベナンっていう国はやっぱり小さい国だから、その、うん、日本だけの大使じゃなくて、中国大使とか。 北朝鮮大使とか韓国大使も兼ねてたんですよね。ああ、なるほど、なるほど。それであの、僕、拉致議連の副会長だけど、北朝鮮との間のいろんなチャンネルも、彼、うん、やってくれたんですよね。ああ、そっか、そっか、そっか。ああ。国連決議も、それで、まあ、北朝鮮、あんまり怒らせないようにして、ちゃ、うん、んと返そうねみたいなね、そういう決議もできたりして、うん、それ、ゾマフンさんのおかげですもんね。うんうんあ いや、本当、カズさん、ありがとうございます。うん、ちょっとこれで一回閉じて、カズさんの方をやりましょう。うん、あ、わかりました。じゃあ、最後に。Here we go! ちょっとやっぱりリモートだと <laughs>、いつもの息が。そうですね。ありがとうございます。いただます。